イヤモンドドッグズ諜報班の活動は、シュミント、シギントを主とした情報収集に特化している。現地の石膏、潜伏調査、例えば地元の人間と同化して彼らの生活圏に紛れ込んだり、旅行者を装って関係者から情報を聞き出したり、盗聴器やカメラ、発信機による監視、通信衛星や電話回線の傍受も行う。さらにこれらをアナライズすることで各地の戦局や各 PF の動向を察知、脅威査定にかけてクライアントから発注されたミッションを審査する。ミッションにあたってはターゲット位置の特定、予測範囲の絞り込みなど、リアルタイムな状況変化を遠隔から監視し、あんたのミッションに有益な情報を報告してくれる。それら資料は司令部に集積、ここでデータの検討を行い、あんたに無線で伝えているというわけだ。なお諜報班のスタッフは敵に見つかった時のリスクを考慮し、特殊な場合を除いて一切武装をしていない。せいぜいナイフ一本か、ほとんどは丸腰だ。したがって PF のような武装集団を相手に戦えるほどの戦闘能力はない。現地での戦闘力は無に等しい。それに彼らはあらゆる方法で状況にステルスしている。あんたが現地で見かけることもないだろう。専門はあくまでエスピオナージ、決して万能ではないが諜報活動のプロだ。